はい、皆さんこんにちは。今日はですね、超有名サッカープレイヤークリスティアーノ・ロナウドの生活を一日真似してみたいと思います。前回のザック・エフロンに続き、今回の挑戦なんですけど、彼はもうトップ中のトップ中のトップアスリートということで、本当に体もずっと維持してるっていう感じだし、普通にサッカー選手だけどボディービルダーみたいな体もしてる。あの体であんな動けて、まあ最強のサッカー選手の一人、今日はそのクリロナの生活をやっていきたいと思います。で、まだこのチャンネルを登録してない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは明日の朝一からもうやっていきますので、早速チャレンジしていきましょう。皆さんおはようございます。今日からクリロナ24時やっていきたいと思います。まあ、この前のザック・エフロンほど多分早くもないし、今5時だし、まあ朝は全然楽ですね。この前は4時半起きとかだったんで、今日はあの最強のサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドになれるようにやっていきたいと思います。これからですね、朝の朝食を作っていきたいと思うんですけど、彼の食事は、彼はもうめっちゃアスリートなんで、本当にいいものしか取らないっていうか、そういう体のこととか、体動かすこととかにめちゃめちゃフォーカスしてるんで、結構綺麗な食事をするっていうことで、で、調べると、1日6食食べるらしいんですね。今まで人生で6食も食べたことないんで、ちょっとね、食べれるかなっていう不安はあるんですけど、うまくこう、カロリーとかを計算してやってるらしいので、で、今回の食事とかは、毎日それを食べてるっていうわけじゃなくて、こういろいろ変えながら食べてる食事の中の自分がこう見たやつをセレクトして今回の食事で食べていくっていう形なので、でトレーニングとかも本当にハードにやるっていうのに知られてるし、で早速1食目に行きましょう。はい、1食目はですね、こちらのシリアルとフルーツエッグホワイトとなっております。このねシリアル結構いいんすよ。プロテインも結構入ってて、あとね、やっぱエッグホワイトはマジで最強フード。脂質ゼロでプロテイン10入ってるから、もうこれ何にでも合う。なんかひき肉とかと一緒に混ぜて炒めたり、あとは卵をプラスこれでやるともうタンパク質めっちゃ取れるし、最近は本当にエッグホワイト愛用してますね。はい、できました。エッグホワイトですね。これがもう真っ白で、シリアルにゼロ脂肪牛乳をちょっと入れました。いや、ほんと前のザックエフロンの食事に比べたらもうだいぶ自由があるっていうか、まあこの感じもザ朝食っていう感じで、今回はなんとか6食あるけど、まあなんとかやっていけそうですね。それではいただきます。って言っても本当に体に害のなさそうなホワイトエッグだけっていうのもなかなかの朝食だとは思うんですけど、本当ザ朝食って感じ。そこまで今回の朝飯はザ朝飯っていう感じだったんで全然悪くはなかったですね。で、今回選んだ彼のその食事とかは結構ハイタンパク質、ハイ炭水化物になるので、多分この前やったザックエフロンの多分食事とは結構ゼロ炭水化物みたいな多分食事ではないと思うので、まあ、このままねやっていければいいと思います。で、今回のマクロがですね、タンパク質 37g、 炭水化物 58g、 脂質 3g。 でも本当に前と比べて炭水化物がもう明らかに多いっていう、脂質と炭水化物が前とは逆になってるっていう感じなので、まあいいでしょう。はい、お次はですね、お待ちかねのトレーニングの時間となりました。いや、もう本当にクリロナのトレーニングはすごいっていうのを聞いてて、今回やる彼のトレーニングは、そこまで重りを求めて、重りをガンガン上げるっていうよりかは、その体の機能を高めるというか、それ瞬発系とか、ジャンプ力えぐいらしくて、写真で見たんですけど、もう人の頭までいってんじゃないかぐらいジャンプしてたり、本当にもう身体機能っていうのがやばいんですよ。だからそういう感じのメニューを今日はちょっとやっていこうかなと思いますので、で今時刻は6時なんですけど、あの自分の体がですね、食べた後ちょっと休まないと大変なことになっちゃうんですよ。もうお腹が大変なことになっちゃって、まあちょっとだけ休んでからジムの方に行ってトレーニングしていきたいと思います。まあそこはちょっと違うんですけど、許してください。もう体が持たなくなっちゃうので、ではトレーニングの方に行きましょう。
ぱい思った以上にきつすぎる。もうアスリートのメニューだこれは。こんなジムで息上がることないから、新鮮な感覚。それじゃあともう2セットいきましょう。はい、今ですね、トレーニングから帰ってきて、もう結構汗かきましたね、あのトレーニング。なんか有酸素っていうか、カーディオ系？やっぱアスリートのトレーニングっていう感じなので、で、ただいまからですね、次のメニュー。結構スポーツ選手とかは多くやってる人いるんですけど、冷水シャワー。水風呂とかが多いんですけど、今回あの、バスタブこっちないんで、冷水シャワーをやっていきたいと思います。冷水でシャワー俺あんま得意じゃないんですけど、トレーニングでかいた汗を流していきたいと思います。マジで怖い。それでは行ってきます。怖え、怖い。冷たいシャワーとか、その水風呂はなんか、疲労回復とか、朝一で水シャワーとか浴びる人いるらしくて、考えられない。心臓止まりそう、本当に。水シャワーはいいっていうのは聞くので、まあ、いいんじゃないかな、これは、これで。はい、本日2食目の料理はですね、ツナロールとツナベーグル、まあパンですね。あとね、これ、イワシかな？日本で言ったら。イワシの缶詰がメニューにあったので、ちょっと驚きなんですけど、それでは、まあトレーニングも終わって、お腹がちょうど空いてる頃なので、食べていきたいと思います。いただきます。それでは、ロールから。ああ。それではちょっと気になるイワシ缶の方。イワシの缶詰ってさ、え？めっちゃくせえ。何これ？え、これ食えんの？え、待って、めっちゃくせえんだけどこれ。うわ、跳ねた。くっさ。え？これそういう食べ物じゃないでしょ。え、食べれるかな。あ、ついた。うわ、くっさ。なんかこのイワシをパンの上に乗せて食ってたので、これ絶対うまくないでしょ。美味しいとは言えないわこれ。なにこれ。で、今回やってるこのクリロナのチャレンジが、なんか普段3000キロカロリーとか取ってる時もあるんですね。で、実際自分が今減量期なので、そんな3000もカロリー取れないんですよ。まあさっきも言ったように、彼のこう食生活のちょっと気になるところをこうピックアップして、今やってるっていう感じなので、この後とかも結構ハイボリュームな食事とかも出てくるんですけど、これは比較的炭水化物多めですね。うわ、すごい、強烈。はい、最後の1匹になりました。なんとか。完食。うわーすごい。はい、お次はですね、3食目の料理になるんですけど、次の料理が一番今回の中でハイボリュームになっておりまして、高タンパク質高炭水化物低脂質の料理になってます。ではそちらを作っていきましょう。はい、今作ってきました。やばい、このボリューム。これこっちはツナとトマトソースを混ぜたパスタで、こっちはですねサラダボウルみたいな感じで、サラダ、胸肉、これ食えるかなっていう量なんですけど、なんか普通の増量期みたいな食事メニューっていうか、まあでもアスリートとかあれだけ動いてる人たちだったら、やっぱ消費カロリーっていう基礎代謝が高いので、だからこういうハイ炭水化物とかの食事を食べててもしっかり調和されるんで、やっぱ動いてるだけその分カロリーとかを取らないと、どんどん体が痩せこけていっちゃうっていう形になっちゃうので。はい、今食べ終わりました。マジ超お腹いっぱい。パスタきつすぎた。あれはやっぱ炭水化物あると本当にお腹いっぱいになるっていうか、今のマクロの方がですね、プロテイン 82g、 やばいねこれ。炭水化物112、脂質9となっております。で、この後ですね、クリスティアーノ・ロナウドはサッカーをやってるんですけど、自分実はこっちの野球チームの方でちょっとお仕事をしておりまして、で、この後野球に行くんですよ。サッカーではなくて野球に行くっていう形で、で、今日しかもその練習って
ていうか試合があるんですけど、それがコーチ VS その今教えてる高校生の選手たちと試合があって、自分試合出なきゃいけないんですよ。だからちょうどこの食事がこの後にある試合のエネルギーになるというか、そういう感じになってくれればいいなと思ってるんですけど、3時間後ぐらいに試合があるので、サッカーではなく野球の方に行ってきたいと思います。はい、これから先ほど言ってた野球の方に行ってきたいと思うんですけど、ここでですねミールナンバー4ということでプロテインをクリロナ飲んでたんですね。でそこで、でなんかプロテインだけ飲むのはちょっとつまんないなっていうことだったので、いつも自分が作ってるプロテインシェイクというものを紹介しますね。はい、こちらなんですけど、自分いつも飲んでるのはもうスムージーみたいな感じにしちゃって、で普段だったらここにオートミールとかを入れたりして一緒にミキサーで混ぜちゃうんですけど、今日はもう結構食べててお腹もいっぱいっていうことなので、今日はオートミールなしでも普通のスムージードリンクとして飲んでいきたいと思います。で、この詳しい作り方とかは自分のインスタグラムの方に動画とか載せてあるので、そちらの方をぜひチェックしてみてください。はい、今から切ってきます。こんな感じでいつも野球を教えてるんです。こっちで今日は試合もあるんで、スパイクを、普段履かないスパイクを持って行ってきます。まあクリロナと同様、スパイク履いてフィールドに立って、今日はまあスポーツは違えど野球をやってきます。天気最高や、今日やばいね、めっちゃいい天気や。はい、今試合終わって帰ってきました。マジ疲れた。今日フル出場久しぶりにして、なんと結果4打数2安打いただきました。超久しぶりの野球だったのに、まあなんとか教えてる立場、選手たちにいいプレーを見せれたので良かったです。まだ帰ってからクリロナチャレンジがあと2食残ってるんで、ちょっとこの疲れた体に栄養補給していこうと思います。先ほどシャワーも浴びて、これからご飯を食べていきたいと思います。今回5食目のご飯ですね。で5食目はですね、こちらサーモンに卵で、ここにベーグルがあるんですけど、本当はここジャガイモを使ってたんですけど、ちょっとジャガイモが切れてしまってですね、で買いに行く時間がないと、で同じマクロっていう形でこのベーグルをちょっと食べさせていただきます。本当はここジャガイモなんですけど、いやお腹すいた。これもなかなかのボリュームなので、それでは食べていきたいと思います。この疲れ切った体に栄養チャージ。お腹いっぱいで動いたこともあって超眠い。5食目のマクロの方がですね、タンパク質 55g、 炭水化物 36g、 脂質 28g となっております。いやもう5食目食べ終わってもう結構お腹いっぱいなんですけど、あと1食が残ってるということで、最後に1食すれば終わりだ。今日はほんとずっと食べてる気がする。はい、皆さんついに最後の食事になりました。こちら豆と胸肉ですね、あと野菜がちょっとっていう感じで、クリロナチャレンジもこれで終わりや。今日マジで食ってる気がする、ほんとに。トリスコはうまいね。まだこの料理がほんと重くなくてよかったわ。これでまたさっきみたいなパスタとか来たらもう食えない。しかもこんな食ってもちゃんと体型維持してるあの体で、サムネイルとか見てもらえば分かると思うんですけど、もう腹筋がね違いすぎて恥ずかしいぐらい並ぶのが。で今の自分の腹筋がまあこんぐらいだけど、あの人もう8個ぐらいあるじゃん。考えられないよ、やばすぎ。ただいま完食いたしました。やっと終わった、クリロナチャレンジ。今回本当に6食も食べたんでマジでお腹がいっぱい。で最後のマクロの方がプロテイン 40g、 炭水化物が 38、 脂質が 3g となっております。でトータルがタンパク質 268g、 炭水化物 306g、 脂質 56g となって、全部で 2800kcal ですね。だいぶ食べました。いやまあこれがアスリートの食事なのかなっていう、本当に第一線で活躍する体も気にかけて、それでプロとしてやっていくっていうのはこういうことなのかなと、実感しましたね、本当に。でこれからもまた違う人のマッチョの食事やっていこうと思いますので、やってほしいリクエストありましたらコメント欄 DM の方コメントお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.